はい、それでは定刻になりましたので、えー、今日の研究会を始めたいと思いますきょうはあのー、ちょうど3年前の12月に、えー、チュニジアのブーアジーズという青年が昇進自殺したところから、えー、アラブの春が始まったわけですけれども、えー、そのアラブの春3年ということだけではなくて、えー、実はこの間の,その中東の大きな変化というのが アメリカの外交政策の、まあえーまあ、変化というか、まあ、中東におけるアメリカの影響力の低下、プレゼンスの低下と並行して進んできたそれで特に今年はまは2つ特筆すべきことがあるのも、まあ、1つは11月下旬のジュネーブでの核開発をめぐる合意ですけれども、まあ、これは79年イラン革命以来のアメリカ、イランの、まあ 基本的に対立しているところから今回歩み寄ったという、まあ、ある種の、えー、これがそのままいけば中東を巡る政策環境のパラダイム変換になるんじゃないかというような状況が一つ、それから8月から9月にかけてのオバマ大統領が、えー、核兵器使用に対するパニッシュメントということでシリアを攻撃。 一旦、えー、決断を口にしながらも、しなかった。ということで、えー、これは、あの、池口さんがよく。同盟国に対するオバナショックっていうふうに、えー、評されてますけれども。えー、アメリカが要するに、基本的に介入したくない,という。そういう、そういう姿勢が非常に強く現れている、という、まあ、一つ。ええー、そういうことで、えー、そのアラブの春、この、まあ、この数年間の変化と、まあ、アメリカの。 政策とを絡めて今日お二人のゲストにお話し,していただきたいと思います最初高橋和夫さんの方からお願いしたいんですが高橋さんはあのここ初めてですはい初めてです高橋さんはあの大阪外語大学でペルシャ語を勉強された後にニューヨークのコロンビア大学の大学院で国際関係を勉強されその後クエートで研究生活を送られた時期もありますけれども <laughs> あの単にイランの研究者ということではなくて、えー、例えばそのアメリカにおけるユダヤ人コミュニティの変化であるとか、アメリカとイスラエルの関係であるとか、まあ、いろんな、えー、幅広い視点で中東を見てこられた方でございますそれでは最初に高橋さんの方から、はい。どうもご紹介ありがとうございます、高橋でございます。えー、っとなんというかこんなに記者の 肩に囲まれて、お話をするような悪いことをしてきたつもりはないんですけれど、えー、なんかイランを研究しているというのは罪なんでしょうかね、今日は、えー、呼ばれまして、えー、いつもはそっちの方に来て、人の話をこう冷ややかに聞いているのが好きなんですけど、えー、順番が回ってまいりましたので、今日は20分から25分ほどお話をさせていただきます。<noise> で今日のお話は、えー、と目次的に申し上げますと、えーえーまあ、2011年アラブの春でいろんなことが起こったんですけどあ、まあ、私みたいな古い人間はもうあのなんかこんなたくさんいろんなことが起こった年が前あったなと。 思い出してみるとやっぱり1979年になんかイランで革命が起こったりソ連軍がアフガニスタンに入ったりいろんなことがあったなという、まあ、その時以来なんか忙しい年だったなという気がしますで、まあ、1979年以来、まあ、中東の国際関係をある面規定してきた、まあ、アメリカとイランの対立の構図というのが若干こう揺れたのかなと。 でえー、なんかそんな雰囲気をやっぱり一番よくと捉えてるのはあの山内正行先生の中東新秩序といううなああいう発想かなとただ私としてはまだその構図は乱れたんですけど新しい構図が出来上がってないなというような印象を持ってますでその壊れちゃった対立構造の中で今どういう感じなのかなというのをお話ししたいと思いますそれからまあイランで ローハニさんという新しいこうニコニコした大統領が出てきてアフマドネジャトさんとは違う雰囲気をこう醸し出して交渉も動き始めてえやれやれという雰囲気があるんですけれどまあイランにはそのハメネイ最高指導者に代表される別のこう非常に硬い表情もあるわけです硬でい表情を示している人たちにはそれなりのまあ背景があるわけでえそういうお話をちょっとさせていただければと。 思います、えー、それから、まあ、あの今のアメリカオバマのアメリカというのは今戦後の風景でして何の戦後の風景かというとイラク戦争後の風景でやがてまあこれがイラク戦争後アフガニスタン戦争後の風景になろうとしてるんですけれど、まあ、どういう雰囲気かと,と、まあ、去年の夏取材しましたのでそのお話をさせていただければと思います。で最後に、まあ あの今、核交渉が動き始めたんですけど、じゃあシリアの問題で、えー、動くのかと、どうなのかということで、まあ、私なりに、えーまあ、感覚的なもんで、実証的ではないんですけど、えー、推測を申し上げさせていただきたいと思っております。で、えー、1979年以来のアメリカ・イラン関係の構図というのは、本当に大雑把なんですけれど、アラブの春以前は、 やっぱり大体いろいろ問題あるけどこれでなんとかいいんじゃないという人たちといや、現状に異議ありますというまあ2つの勢力に分かれててそれぞれのリーダーがまあ中東にはない中東で一番影響力の強い国アメリカと中東にいるイランでそれぞれの国がこうグループを作ってたんだと思うんですね。イランの場合はは同盟国はシリアで でアメリカの場合はまあ産油国だとかついてたんですけどイランのほうは同盟国はシリア以外になくてあとはハマスだとかヘズボンラーしかついてなかったでアラブ諸国そしてトルコパキスタンなど、まあ、内部ではいろんな矛盾を抱えつつもでもまあアメリカにくっついてじゃあ争点は何だったのかというと1つはまあアフガニスタンの将来それからイラクの将来 で、まあ、パレスチナの将来というのがまあ争点だったと思うわけです。で、アラブの春が始まって、えー、エジプトはまあ,ある意味、方向転換をして、また方向転換したんで、今どこを向いてるか、私はよくわからないんですけど、そのお話は池内さんがしてくださると思うんですけど、でやっぱりトルコがやっぱり微妙に動いてきてる、反米ということでもないし、反西欧ということでもないんですけど、独自の動きを示してる、で、えーまあ、一番大きいのはイスラエルとギクシャクし始めたと。 トルルコ・イスラエルの軍事同盟関係が崩れ始めるから GCC においてはあのバーレーンが揺れているとなぜバー,デンバーレーンが揺れているのかとシーア派がバカだからイランにそそのかされているという議論もあるんですけど理由はともかく、えー、バーレーンが揺れている私はあのイランにそそのかされ,れなくてもシーア派の人たちは 行き通る理由がバーレンにはあると思うんですけど、まあ、理由はともかくバーレーンが揺れている、えー、それからまあパキスタンとアメリカの関係がギクしャクし始めたと、まあ、具体的にはビンラーデンを殺害したとあ、パキスタンの主権を侵害したということが大きいんですけど、えー、まあ背景にはアメリカ軍がまたえアフガニスタンからの撤退に合わせてパキスタンを見捨てようとしてんではないかというパキスタン側の理由のある根深い不信感があるんだと思うわけです。 でイランとして見ては、まあ、あのアラブの春というのは非常に大歓迎で、えー、反政府側から言えばイランであのアフマドネジャードの2期目の大統領選挙の時とこに起こった民主化を求める緑の運動グリーンムーブメントが、えー、ついに頭の悪いアラブ人にも伝わってやっとみんな民主化に目覚めたんだとで体制派に言わせると。 ホメインさんが高らかに掲げたイスラム革命がちょっと30年余り遅れて聞き始めたんだとまあどちらにしろイランの影響力でアラブは春を迎えて結構なことだという雰囲気で来たんですけど問題はアラブの春がイランの同盟国シリアに及んだことでシリアが乱れるというのはイランにとってはまあ,ありがたくないんですけどシリア経由でまあパレスチナのハマスレバノンのヘズボルラに、えーに イランの支援が回ってましたからシリアが腐っちゃえばヘズボラもハマスも腐ってしまうと枯れてしまうというこういう構造があったんだと思うわけですでハマスはシリアのアサド政権を支持するのかスンニ派の反政府勢力を支持するのかって迫られて それはスンニ派ですよというんでもうハマスとイランとの関係は非常に悪くなっている、まあ、そういう状況があるわけですでそういう中で、えー、一つは、まあ、かつて争点であったイラクではイラクはもう争点ではなくなって、えー、10年間の月日をかけて何千人もの命を犠牲にして本当に天文学的な額のお金を使ってアメリカはイラクから出ていったわけで、えー、イラクではイランが勝ったと。 いいいいいうのががおそららく大雑把ななな正しい言い方ではないかと思いますただ、イラクという国自体がそういうことで、まあ、イランの影響下にかなり入ってきたんですけどただ、イラクという国自体がかつてほど一体感の強い中央集権国家ではないとだから、もしかしたらイラクという国家の枠の枠だけをイランが影響下に入れたんであってその支配の及ばない地域がかなり増えてきてんるのではないかと思うわけです。 でじゃあ争点は依然としてパレスチナでありアフガニスタンの将来であるんですけれど2011年以降、まあ、前からあった問題の,核開発のイランの核開発の問題がやっぱり大きくクローズアップされてるしそれからイランの同盟国でありながらシリアの将来がどうなるのかというのがやっぱり各国の、まあ、つばぜり合いというか綱引きの対象になっているんだと思うわけです。 まあこれが2011年以降の構図というかまあ構図が壊れちゃったなというのがまあ私の印象で新しい構図は出てこないとそういう中でまあイランでえかつてグリーンムーブメントと呼ばれたまあアフマドレジャードなど保守派に反対する人たちの運動があに変わってまあ今度は色が紫になっちゃってちょっと色はきちんと出ないんですけどあのローハニさんという人物が 出てきたとでまああのイランのことを予想して当,たる当てる人は誰もいないんですけどあのロハニさんも出てきた時はこの人が勝つとはそんなにみんな思ってなくてただ投票のちょっと前からロハニさんがこう変なことを言い出してひょっとしたらこの人かなという雰囲気が出てきたわけですそれはなんかイランというのはもうちょっとましな国だろうと。 どこに行っても秘密警察がいて国民を監視しているそういう警察国家じゃないだろうともうちょっとマシなイランになれるんじゃないかというひどく体制批判的な演説を始めてえっと思わせたわけです。ちょっと

まあ言ってることは非常にまともなんですけど考えてみるとそのこう治安当局が全部を制圧しているという状況を作ったのはアフマドネシアドとその後ろにいたハメネイ最高指導者ですからえっという感じでこんなことを言っていいのという感じだったんですととりあえずこの人が大統領になったとでまあ彼はまあ新しい時代を開くか鍵だという。 アピールをされれてて、まあ、そんなふうに捉えられてで、まあ、新しい時代の、まあ、オバマとのというかアメリカとの交渉が始まって核問題完全に解決したわけではないですけどとりあえず暫定的なものができてこれから6か月間で詰めていこうという時間稼ぎまで来たわけですそういう意味では、まあ、ああ新しさというのを打ち出してそれをまあ実行したということでもちろんこんな ところまでイランが来た背景には最高指導者もそうしなければ自分たちが生き残れないという発想があったんだと思うんですね。で、まあ、このイランの一連の交渉の中でやっぱりロウハニが変わって、えー、雰囲気が変わったなというのはやっぱり、あのー、アメリカの主要メディアは外してイランに敵対的ですからこういうには扱ってくれないというので、まあ、直接 アメリカ国民にあるいはアメリカのエリートに訴えようということで、まあ、例えば、えー、交渉を担当したザリーフさんが、まあ、ツイッターを始めるというようなことで,、えーでまあ、特に私なんかツイッター見てて、まあ、ザリーフさんというのは、えー、私もずっと前からあのアメリカに行くたびに見ててすごくかっこいい。 えー、素敵なお,じお兄さんがおじさんにそしておじさんがなんとなくおじいさんっぽくなってきたんですけどやっぱりこの下から2番目の、えー、ユダヤ教の新年に「ハッピーロシュハシャナ」って打ってえイランの偉い人がユダヤ人に挨拶を送ったというのはすごい、えー、衝撃的なことで,でこれに対して、まあ、あのアメリカの下院議長のナンスイ・ペロシの娘がいやあのユダヤ教の 新年おめでとう年賀状は嬉しいけどホロコーストを、ね、否定するのをやめてくれたらもっと嬉しいんだけどって打ち返してでザリーフがまたいやあの男はもういなくなったんだよと打ち返して、えー、あの男ってアフマドネジャーとのことで,でそれを今探したんですけど見つからないからあれ消しちゃったのかどうか知らないんですけど、まあ、とりあえずこうすごくアメリカ人に分かりやすい言葉で打ち返してくるというようなことが起こってこれまでのイランにはなかった。 ことです uh, それからやっぱりあの YouTube でこう話しかけてくると。で、ザリーフが非常に温厚な顔をして、まあ、イランの首相を訴えると。と What is dignity?What is respect?

あの静かにしゃべるという,こうアフマド・ネジャードのこのこう振り上げてという感じではないしゃべり方ですねでやっぱり英語で上手にしゃべりかけるアメリカ人に分かる言葉でしゃべりかけるでまあ私はアフマド・ネジャードのしゃべり方というのはアメリカ人には受けないけどあのイラン人にはすごく受けてて一部の貧しい人にはすごく受けててちょっとあの彼は過小評価されてると思うんですけど。 ただアメリカ人にはあの話し方では話が通らないでやっぱりアメリカ人に分かる言葉をしゃべるというのがザリーフのだったわけですでもう一つのそのじゃこの柔らかいあのイランじゃなくて硬いイランはというのはまあハメネイ最高指導者に代表されるんですけど今の政権の上層部の多くは王政の時代秘密警察に捕まえられて 拷問されてた人た人ちですよね、えー、ハメネ最高指導者だってラフサンジャーであって刑務所から出たり入ったり出たり入ったりして拷問されてて拷問してたのはシャアのサバックという秘密警察でにもかかわらずアメリカは人権外交を高く掲げて,、えー、行,って行ってたわけですよねだから刑務所に入ってた人たちからしてみたらアメリカの言うことなんか信用できるもんかと口だけじゃないかという感情が強くある。で特にあの イランでイスラム体制が確立されて以来アメリカはイランのイスラム体制を決して受け入れることがなくてそれを潰すために何でもやるじゃないかとあのサダム・フセイをけしかけてイランに戦争を仕掛けさせたのはアメリカじゃないかとイラン人の多くは思ってるで追い詰められたイランがもう子どもたちを地雷原に出して、えー、地雷イランが布設した地雷を吹き飛ばして本当にたくさんの命を犠牲にして南部の地域を守って取り返してる。 そうすると今度はサダム戦が大量の毒ガスを使って化学兵器を使ってイラン人、イラン軍クルド人を攻撃した時アメリカは何もしなかったじゃないかとあんな国が信用できるものかという議論はそれなりのやっぱり説得力があってみんな革命防衛隊の幹部にしろ毒ガスが待っているところを走り回った人たちはやっぱりアメリカに対する不信感があってあの妥協したからってアメリカがイラン イスラム体制打倒を諦めるものではないというやっぱり強い感情を持っているというのはやっぱり理解する必要があるわけで,で特にイラクがどういう目に遭わされたかというのを隣でよく見てます、イラン人はフセインは革撃を持っていない持ってない持ってないって全部査察に出して結局許してもらったかというと殺されちゃったわけじゃないですかじゃあ自分たちが生きる道はイラクの道なのかとは当然思いますよね。 でイラン・イラク戦争のときに、イランに武器を売ってくれた数少ない国は北朝鮮で、この国は核兵器とか、核兵器とか持っていなきゃいいなとみんな思ってるんですけど、持ってる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 って言い張って、えー、彼は畳の上で知りましたよね、えー、息子さんもお元気みたいですよね、だから生き残る道はピョンヤンの道かバグダッドの道か、イランの坊主は考えますよね。 でやっぱり平壌の道じゃないかという議論はかなり強い説得力を持つんじゃないかと思うわけです。でまあそういう、まあ、あのイランの変化の中でアメリカのオバマの外交が始まったわけです。ちょっと振り返ってみますとオバマは就任して最初の新、まあ,あの,春分の日にイランのお正月にあの新年のメッセージを送ります。 Today, I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. This holiday is both an ancient ritual and a moment of renewal, and I hope that you enjoy this special time of year with friends and family. In particular, I would like to speak directly to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran. イランの正式名称で初めてアメリカの大統領が言及しますのした。 まあ、ペルシャ語は下手ですけど、でも一応、アメリカの大統領がペルシャ語で挨拶するなんていうのは革命的なことだったわけです、でもう一つはやっぱり、あのヒラリー国務長官のときに、ペルシャ語でツイッターを始めます、もちろんヒラリーが書いてるわけじゃないと思うんですけど、ペルシャ語でやっぱりイランの人々に直接訴えようとする、それからもう一つやっぱり注目しないといけないのは、アメリカ国務省には報道官というのがいるんですけど、ペルシャ語専門の報道官という。うん ことでまあ、タジキスタン、アフガニスタンそして特にイラン向けにあの話しかけようと。<noise> تلاششون برای دموکراسی چون اگر باشه مردم ایران در تظاهراتشون به خطاب به رئیس جمهور آمریکا میگفتن که یا با ما یا با اونها خب صرف این که پر پرزیدنت اوباما بگن که ما در کنارتون هستیم این کاری رو پیش نمیبره اول از آن هم همه سرکار خانم باید شما تشکر بکنم از دعوتتون برای با شما صحبت کنم و با چیانی هم. ペルシャ語は正しくて丁寧なんですけど、かったるくて、まあ、あの我々が知ってる人だと、田中耕一郎さんとか、坂梨さんの1割ぐらいのスピードで喋ってると思うんですけど、でも、そういう人を使って、イラン人に訴えようとしてる、だからイラン系のアメリカ人で、ペルシャ語が上手な人を使ったら、やっぱりアメリカ人の心は伝わらないというやっぱり発想だと思うんですね、でそうまでして、やっぱりイランに話しかけようという努力をオバマ政権がしてきたというのは、押さえとかく必要があると思います。 ただ同時にオバマ政権はイスラエルと組んでコンピューターウイルスを送り込んでスタックスネットを送り込んで遠心分離機を壊そうとしたりあるいは無人偵察機をアフ,アフガニスタンから送り込んでイランをしっかり監視しようとしたりだからオバマ政権の中にもまあかなりいろんな流れがあるオバマの頭の中にもいろんな流れがあるんだと思うわけです。 でそういう中で、まああの、ケリーという人物が2期目の国務長官になったわけですで。ケリーとヒラリーの最大の違いは何かというと、ヒラリーは2016年があって、ケリーにはもう後がないわけです。ケリーが歴史に名を残すとすると、国務長官として中東和平をやったか、イランとの和平をまとめたかとか、そういうことしかないわけですけど、ヒラリーは2016年にアメリカ史上最初の大統領に挑むチャンスがまだ残されていると。 いうところでどうしてもアメリカ国内のイスラエル支持者に対するこう遠慮の姿勢が強いわけですケリーにはそれがないというのがやっぱりあのケリーのまあ強みというかもう後がない男の強みだと思いますで、まあ、ケリーのことを一言だけあの個人的なことを言いますとケリーにはお嬢さんがいて非常に出来がよくてケリーと同じように顔の長い、えー、お嬢さんなんですけどあのケリーのお嬢さんの あの結婚相手がイラン系のお医者さんです、だからあのケリーはあの娘向こうがイラン人という、こういう状況になってますで、ます、あ、アメリカという国の多くの深さは、外交上いかに喧嘩しててもどっかでつながってると、たくさんの移民を受け入れているということがあって、ですからあのクリントン時代はアマーンプールがイランと、 アメリカの間で行ったり来たりしてたんですがアマンプールはもちろんあのイラン系ですしでアマンプールの恋人が、まあ、今の旦那がジェイミス・ルービンという国務省報道官で、えー、あのオールブライトの、まあ、懐刀だったわけでですからあのクリントン政権と畑見政権はあの別のチャンネルで話せたわけです。 で結局、チェルシーはユダヤ人と結婚したんですけど、まあ、若い人の言葉で言うとチェ,ルシーチェルシーの元彼はイラン人でイラン系であのイランの情報省はすごくこれに期待してたんですけど、まあ、結局うまくいかなかったとあ、まあ、そういうだから、まあ、アメリカという国の深さがあるかなという気がしますで最後に、まあ、あのアメリカの風景でやっぱり私がこの12年ワシントン行くたびに行くのはアーリントン墓地で えー、特にアーリンド墓地のケネディのお墓とかではなくてイラクとアフガニスタンで亡くなった方の墓地に行くと本当に痛々しい限りですもう何千という墓石がしかもみんな新しい、えー、わけですで本当にあのみんな墓参りに来て泣いてます本当に泣いてます、えー でまあ、あの案内の人にオバマ大統領来たのかねとか言ったらもう何回も来てると言いますだからこれがオバマの中東政策の原風景だと思いますオバマが決断をしたらここに新しいお墓が増えるというのはオバマは非常によく分かっているということだと思いますでまあ最後にじゃあ,あのどういうことになるのかということなんですけど オバマがやっぱり国内の、まあ、もう戦争はやりたくないという世論を背景に動いているようにロウハニさんもやっぱり経済を何とかしてくれと生活を何とかしてくれと経済制裁を何とかしてくれというイラン国民の熱い思いとでもアメリカは信用できないというやっぱりイラン保守派の固い思いの両方をやっぱバランスさせていかないといけない。 で最近の、えー、学生の日の老衰の演説を聞いてましたら、えー、経済も遠心分離装置も一緒に回すんだということを言ってて、えー、なかなか厳しい状況に置かれてて、やっぱり経済もよくしていかないといけないけど、濃縮問題で、えー、そんなに妥協はできないというメッセージを送ってきてる。でにももかかわらず、まあ、最高指導者ハメネイさんも含めて このままではイランの体制持たないだろうという判断があってこそ今回のまあ合意があったんだと思うわけです。で、イランのお坊さんたちは決していい人でもないし優しい人でもない。ただ彼らは合理的で生き残りたいと思ってる。で、生き残るためにはどんなことでもする。だから生き残るためにはイラン・イラク戦争の時はイランはイスラエルから武器を買って戦ってた。売ってくれるところがイスラエルしかなかったから。えー、イデオロギーとか こんなかっこいいことは言っておれない。生き残るためにはイスラエルからだって武器を買う。で、イラン・イラク戦争がうまくいかなくなって、このまま戦ったら体制が持たないと思ったら、ホメイリさんは毒を飲むよりつらいけどと言って停戦を受け入れた。だからハメネイさんもやっぱり今毒を飲んでくださってるんだと思うんです。毒がなかなか効かなくて元気そうなのかちょっと残念なんですけど。まあそういう状況がある。で、それを考えますと、 核の問題とシリアの問題で、両方でイランがこう西側に歩み,と歩み寄ってくるというか、我々のほうというか、アメリカのほうに歩み寄るのは、なかなか難しいんじゃないかなというのが、私が持ってる感触です。えー実まあ、あのイランの内部について、情報源を持っているわけではないんですけどなかなか難しいかなという感触を持っています。特に今イランがが支援しててるる勝ち始めてると 状況はまた朝とに有利に転がり始めてるというような状況があると。やっぱり核の問題は動くだろうと。シリアの問題は動かないだろうというのが、まあとりあえずの、えー。私の暫定的な結論でございます。どうもありがとうございました。それでは、続いて、木内さんの方に。はい、えっ、ー、と、私の方、えっ、ー、と、配る紙も。お、パワーポイントもございませんが。まあ。 え私はそのどちらかというと内政の方から見て最終的には中東の国際政治がどう変わっていくかというところにえま向かっていくそれによって高橋先生と話がこう修練していくといいんじゃないかと思っております。まあ、私の場合内政と言いますとアラブ諸国であります。そしてアラブの春と呼ばれてた基本的な内政に起因する。 政治変動が始まって、まあ、ちょうど3年経つわけですね。で、その3年間の特に内政的な変化は何だったのかということを見ていこうと思います。ハラブナハルといったときにその内政的にあのつまり体制が揺らいだ国はいくつありますかとまあ、ここでま皆さんに試験をするわけにはいけませんが、あまあ、いくつありますかと言われたら6と答えないといけませんというふうに私はあの学生さんには言っておりますね。 でただその中で移行期の政治をやっている国はいくつありますかと。これ答えは4つでありますねあの。で、その4つについてお話しする。特にその中のエジプトについてお話ししようと思っております。それはエジプトが特別だからという、まあ、面はちょっとありますが、まあ、それだけではなくて、まあ、ちょうど今、明日ですね。明日、エジプトの新しい憲法といいますか、あ憲法改正ということになっておりますが全面的に昨年の暮れのけにできた憲法を 全面的に書き直した憲法案が出てます。今月の、まあ、先月の末にはもうできていましたが、それが実際にいつ国民投票、信任投票をやるのかということを明日暫定大統領が発表するということになっておりますから、もうおそらく1月、来年の1月の後半ではないかと言われておりますが、まあ、そういう時期です。そしてエジプトは唯一、あの高級憲法がアラブの春後にできた。 国なわけですまあできてそれを廃止してしまったわけですが一応その停止したということになっておりますが廃止してで新たに改正という形で全部書き直すと、まあ、それを混乱というふうに当然見ることはできますけれども同時に、まあ、これはハンナ・アレントと、まあ、ちょうど今映画があの特に年配の方々に大変人気だというふうに聞いておりますけれどもあのハンナ・アレントという人がその革命っていうのは反乱ですねいやデ,デモとか。 そういったものはまあ革命の本音一部に過ぎない、本来の革命ではないと、革命の本当の重要な部分は、憲法を作る、コンスティテューションですね、その憲法を作る、憲法を作るというその過程、そして作られた憲法、そしてその,その憲法によって、えー、規定される国家のまあ成り立ちですね、それが革命なんだとで、多くのいわゆる革命はそこに失敗しているということです。で、アルプ世界も、えー、そういう意味で、えー、大変困難だ。 確率はもしかすると成功する確率は低いかもしれない革命による新憲法を作るというまあその移行期の政治をやっているわけですねそ,れその代表がエジプトであるというふうに考えていただきたいとでそのエジプトを例に出すと他の4つの国というのは1つはチュニジアであってもう1つはリビアですねでさらにイエメンこの合わせて4つが移行期を この政治やってるわけですそこにいろいろな共通性がある、それから当然国ごとに非常に大きな違いがあるということが見えてくるんではないかと思います。で、私自身はあの報道というものもそういう観点がやっていただきたいと思っておりますあの。もちろんこういったところにお話しするときはおもし、まあ、実際に面白いときもありますのでこう映像を出したりしますね。そういう場合はデモの映像、プラカード、あービデオ、ミュージックビデオ、面白いですね。そ,のそれはしかし反乱の段階でありまして、本当に 国家を作る、憲法を作り直すという過程は見えにくいものなんですね。その密室で、えー、机に向かって、えー、カリ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 こうペンを走らせながらやっていることであって、それを読み取る力がなければわからないです。で、読み取る努力をせずに混迷深まると言っているのではおそらく深まっているのは我々の側の混迷であって、この、こちら側に混迷しているのでありまして、エジプトがそんなに混迷しているわけではないと私はまあむしろ考えるんですね。じゃあ、 憲法を読んでみましょうということです。新しい憲法案はどういうものだったのか、もうインターネットなどでも簡単に見ることができます。今度は全247条ですね。で、一応形式は停止された昨年の憲法を改正するという形になっているんですが、しかしその手続きの面でも内容の面でも大きく異なっております。つまり昨年の憲法制定というのは基本的に、えーまあ、選挙によって選ばれた議会が 憲法基礎委員会をまあ選ぶととそそういうい形ででままず手続きとしてはは番重要な面はそこでありますつまり選挙によって選ばれた代表者がまあそ,のそこに再びもう一度選出するという過程を挟んでおりますがあくまでも直接選挙で選ばれた議員の多数決によって憲法基礎委員会が選ばれてるわけですねそれが前回のケースですそれは今年の場合はそうではありませんまず12委員会という法律家からなる委員会がこれは まあ実質上は国防大臣が支配している暫定政権がまあ選んだわけですね。そしてその10人が改正案の叩き台を出すとそ。そして次に50人委員会と。こちらは法律家だけではなくて、しかしここも選挙はしていないんですね。これもまた選んだわけで選出した。まあ、指名したわけですね。で、その、どういうふうに指名したかというと、これは社会の諸勢力ですね。本当にこれは、つまり階層であったり、 何らかの意味である階層を代表しているというふうに考えられる団体がありますしそれから有識者あるいは知名度の高い知識人とかですねそれから軍とかもちろんそうですが利益団体ですねそういったさまざまな勢力社会の勢力から代表者を選んでいるがしかしそれは選挙を経ていないということでありますしかし選挙を経ていないというのは逆に言えば選挙にあまり勝たないような人たちからも 代表される可能性がある。つまり、えー、選び方によっては、より広いコンセンサスを得ることができるということですね。そういう意味で、えー、エジプトは2回憲法を書いた、過去3年の間に2回憲法を書いたわけですけれども、そのうちの一つは、あまあ、多数決で、選挙で決めるタイプで、もう一つは、まあ、コンセンサスで、えー、所諸勢力から代表者を選んで決めるタイプ。とりあえずこの2つを試したわけです。で、まあ、おそらく、これは、承認さ、あの国民、 投票で承認はされると思います。しかし、それがまたどれだけ持つかということは、私にも予測することはできません。重要なことは2種類のやり方をエジプトは試したということだと思います。そうしますと、そこから逆にま言ってみれば、他の移行期のアラブ諸国の国はどういう？ コンスティテューション、憲法制定の過程をたどっているのかというのも、エジプトは基準にするとかなり見えてくる。他の国はまだ憲法案が完全に決まっているわけではないですし、そしてその手続きに関しても乱れ、まあ、試行錯誤がありますね。しかし、何が問題になっているのかというのは実は共通ではないかというふうに思います。その比較の話は後にしまして、まずエジプトの憲法案を見てみましょう。 でエジプトの憲法案ですけれどもいくつかあの、まあ、重要な面でのこう議論がありましてそして変更がありましたねまず全、まあ、文が中心ですけれども、まあ、いわゆるに、まあ、国家エジプトの国家とは何かそしてそれは内部部分は歴史認識に基づいてるわけですね新しい憲法におけるエジプトの国家とは何なのかそれはいかなる歴史の上にあるのかという認識ですねそこで まあ一番重要なポイントは何かというと、二、まあ、つの日付が出てくるわけですね。1月25日、そして6月30日と言ってるんですね。つまり、この二つの日付が、まあ、繰り返し全文の中に出てきます。えー、これは何を意味するかというと、まあ、新しい、まあ、2014年憲法ということになるんでしょうか。2014年憲法は、2011年の、まあ、アルブの春と呼ばれたあの、まあ、革命ですね。そして、 2013年の6月30日の,あのデモ、そしてその後の、まあ、この日付は挙げ,げられていませんが、7月3日の軍のクーデーターですね。その両方をまあ正しい歴史として、しかもその両方を革命としてあのまあ認めたと。それがもうこの全文のもうほとんど全てと言っていいわけですね。それを繰り返し書かれています。この2つもうを合体させて、つまり1月25日、そして6月30日の革命でこの国はできましたと。 で、もちろんその国には歴史があって、しかしその過去の歴史も、例えば1919 19年とか1952年といったエジプトの歴史上の革命があって、その上に2011年と2013年の革命がありましたと、まあそういう歴史認識になってるわけですね。そして、その歴史認識の上で誰が主体だったのか、やはりこの民衆だというわけです。しかし民衆を支えたのは誰かと、まあかりやすく書いてあります。軍が民衆を守ったと書いてある。そして、それを、 アズハルですね。宗教機構のアズハルが祝福したというふうに書いてあるんです。これは、ここ、これほどあからさまに、まあ、なんて言いますか、その、新しい憲法が寄って立つイデオロギーというものを、そしてそのイデオロギーを、まあ、掲げている主体が誰であるかというものを、明確に、ここまで明確に書いた憲法っていうのも少ないと思います。それがまず、第一点です。そしてもう一つ。 6月30日のデモ、そして7月3日のクーデターが倒したものはムスリム同胞団の政権だったわけですね。で、ムスリム同胞団は宗教的な統治をやろうとしている、危険だと、そういうふうに欧米にも今も宣伝しているわけです、その大使館であれ、大使館ですね、<laughs> いらっしゃるかもしれませんがあの、非常に宣伝してきているわけで、そして旧体制の方々が続々と、まあ、日本にもやっていらっしゃって、いかに危険だったのかということをおっしゃるわけですが。 まそれは最終的なエジプト人の決断結論、彼らの結論がそれであれば、我々は異議を唱える理由はないわけです。ただし、それは事実であるかどうかは長い時間をかけて検証しなければならない。しかし、少なくとも今回の憲法に関して言えば、一定程度、この主張をやはり裏付けるような憲法ではなければ、国際的にはやはり認められないわけですね。しかし、同時にあまりにも大きく変更する、つまり、ムスリム同胞団が、 導入した一定の宗教的な規範をより強化していく、私はそれ,がそれほどムスリム同胞団が憲法の名分において強化したとは思ってはいませんが、しかしそれでも一定程度、ムスリム同胞団は新しい条項を持ち込んだわけですね、それをどうするのかというところが、今回の改正の重要なポイントだったわけですね。で、それを見ますと、まず、最も問題になるところは、 いわゆるシャリア、イスラム法ですね。シャリアをどうするか。でムスリム同胞団が主導して作った2012年の憲法ではあ、まあ、シャリアに関する条項が、それ以前のものより若干、まあ、強く示されていたことは確かです。で今回どうなったかといいますと、それをまたムバルク政権ぐらい時代に。 盛り込まれていたシャリアの規定に戻したというところが一つであります。そしてただ一点、えー、より明確にしたというところがあります。それは何かと言いますと、じゃあシャリアというものはあまあ国家のその立法のおまあ源泉であると。 まあ、それは、ムバラク政権時代からずっと規定、まあ、サダト政権時代から遡れば規定されていたわけですが、ただし、それを誰がどのように解釈するのかという点は、あの、曖昧だったわけです。それを、2012年の憲法では、ムスリム同胞団主導の憲法基礎委員会は、これはアズハルがやるという、まあ、そういうふうに読める。そして、さらに、まあ、アズハルが依をしている、その、スンナ派の つまり宗教学者がこれまで解釈してきた解釈の上に、で解釈するんだというふうに読める文言だったわけですね。それが新しい憲法案でどうなっているかというと、これは全文にあるんですが、シャリアをどう解釈するか、その解釈の、まあ、なんて言いますか、フレームワークといいますか、枠組みは、 最高憲法裁判所の判例であると言ってるわけですね。これによって、あの、まあ、これ実態上はつまり、サダト政権下ムーバラク政権下というのは、シャリアを、まあ、立法の基礎としないといけないという憲法規範第二条がその時からある上で、実際は世俗法の法定が、まあ、究極的には、あの、上級審、 まあ最終的には最高憲法,憲法裁判所が判決を下してきたわけです,ですから、そこの判例に戻るということなんだと思います、それをこれまで明示的に書いてなかったものをま書いたということですね。そして、明文としてはシャリーヤ、まあ、以前からある第2条のシャリーヤに関する規定が今回残っているということです。 そして今言いましたようにその解釈に関してはモバルク政権時代の慣例に戻すということをむしろ明文化したということそしてこれは前回の改正にも2012年にもあったんですがそうした場合他の宗教はどうなるんだって話ですねでその時に2種類の方法がある宗教の自由を担保するためにはおそらく2種類の法的な方法があって一つはあの やっぱあらゆる宗教を信じる自由、そしてその中には信じない自由も含めてですね、つまり宗教を変える自由とか、宗教を信じない自由も含めて自由にすると、明記する。もう一つはですね、まあ、現実にエジプトの中に存在している、あるいは政治的に強い意味を持って存在している宗教集団を、まあ、いわばレッグして、その人たちの権利は認めるという,という、その2種類であります。つまり、これは全然違うものなわけですね。 エジプトの場合は何をしたかというと、まあ要するに、キリスト教、そしてユダヤ教とのまあ宗教的な、これは基本的に儀礼をめぐるものですね。そのえ宗教儀礼とか、あるいはあの、まあ、民法規範のかなりの部分は宗教、 法に基づくというのが、これはもうずっと続いてきていましたから、それを認めるわけですね。えー、まあ、それを明示的に認めることで、だから平等だと言ってるわけですね。しかし、えー、それは、宗教の自由とはちょっと違うわけですね。逆に言うと、じゃあ、クリスチャンとして生まれた人は、クリスチャンとして生き続けないといけないわけです。そこには、あ それを変える自由ってないわけですね。あた,だた,だただし、イスラム法的にはあクリスチャンはイスラム教徒になれますから、その自由っていうのはあの保障されているんですいやじゃあ、ムスリムがクリスチャンになるとかいうことは、もうこれ許されないわけですね。だからそういう意味で、えー、宗教規範に関して言うと、えー、しかもそれはかなり、えー、市民的な権利にも関する面があるんですが、それについては宗教法を優越すると。 ということでありますですから、これ全然世俗法、世俗国家ではないです、そして、じゃあ、世俗国家かどうかという文言を入れるかどうか、これは大変議論になったわけです、そして、えー、エジプトは世俗国家だから、ムスリム殿方団を排除したんだという議論が本当に本気なのであれば、ここでまあズバリ世俗国家であると言えるか。 あるいは、実質上思想史的には最近、市民国家というような言い方があって、これは曖昧にぼかしてるわけですね。世俗国家と言いたいんだけど、それを言うともう反宗教だと言われてしまうから、市民国家という言い方をするというんですね。英語でシビルという、まあ、アラベ語でマダニーというわけですが、この言葉を入れるかどうかで揉めましたが、結局入んなかったんですね。 そして、全文の中に不思議な項目があって、つまり、市民国家という言葉は入れなかったんだけれども、市民政府という言葉を入れたんです。エジプトは民主的な共和制の国家であり、そして政府は市民的であるという、あ曖昧なところにこう市民という言葉を滑り込ませたという、そういう妥協があったんですよね。専門家が多い50人委員会というものは、そういう意味でこういう高度なあのやり取りはできたと思うんです。そういうういい意味であのちょっと学者が書いたような ああ作家や学者が書いたような憲法になっているというところはあります。なぜかあの憲法に中がついていたりするんですよね。中がついてると、中と条文の間の関係どうなんだという関係、いろいろ考えますけど、えーまあ、それはともかく、えーまあまあ、そういった形、ただ、一つずっと前から問題になっていた,たものについて、えーまあ、移行期条項であり、最後のほうについて235条というのがありますねで。これは教会建築に関すること。 つまり、京都、イスラム京都以外の宗教施設というものは基本的には建てられないと言っていいぐらいなんですね。つまり、最高権力者、昔で言えばカリフと、スルタンがいいよと言ったら建てられるという、そういう、これイスラム法の規範があるとそういうことになってしまうわけです。で、それを近代において明治的に変える法律を作ってこなかったわけです。 で何が起こるかというと、キリスト教徒が教会を建てると、ほとんどそれは全て違法である可能性があるわけですね。イスラム法的に違法であると、えー、誰かが言い出すと、それは止められない。そして、えー、勝手に打ち壊しがあって焼かれるとで。焼かれるのが嫌だから、自衛団を作って、キリスト教徒が守って、それで、で大体そういうパターンで宗,宗派紛争、宗教紛争は起こってるんですね。えー、だから根本的には、イスラム法の規範を変えないといけないんですが、それって多分変えられないと思うので、えー、近代法できっちり政治権力者が教会建築を どうやって、しかもその大統領が許可しないといけないっていうのはちょっと無理なわけで、通常の行政手続きの中で教会を合法に作れるという法律を作るべきだったんです。しかしそれはやらなかったんですね。それをやると、あの、イスラム教の、まあ、なんていう価値的、規範的な優位性を揺るがすというふうに起こる、えー、まあ、強硬派の人たちが社会に多いですから、それで政治的には避けられてきたんですが、今回の憲法では、その後ろの方にですね、あの、議会を作ったら、もうまず、教会建築に関する、 法を、まあ、作らないといけないといいいととけうふうに書かれてます、まあ、しかしそれある種棚上げしたわけですねつまりその議会がどう作るかわからない議会がまた教会建築法を作ってそれで最終的にはほとんど合法的には作れないということになればまた問題はあ後に紛失することになるという可能性があると思いますそれでいろんな面をそういう意味で今回の憲法は棚上げしているところがあります棚上げはいくつか他にもありますでそれに関してまあ次の、まあ、課題で テーマについててのの中で棚上げ出てきますがその次の課題はやはり軍ですね。今議論するとするとまずこの宗教の話そして軍の話をしてその後に大統領議会と話していくのがいいと思うんですが軍ですで。軍について言いますと非常に詳細に規定されていますが重要なところは2点であるとつまり1つは234条と、まあ、これはこれもまた移行期の規定なわけですが最初の憲法を作って2回大統領選挙をやってそのまあ 2回のタームですね、大統領任期、つまり 4, 4年任期が2回で8年の間は、国防省は、まあ、軍の承認がなければ、あまあ、その選任できないということ、つまり大統領に任命権ないということですね、軍が任命すると。で、そのまあ具体的な軍の最高評議会ですね、スカフという、カカフスカフという最高評議会が承認しなければならないと書かれているわけです。これはまあかなり 強硬な規定でありまして、まあ、言ってみれば、軍があ、まあ、逆に言うと国防省を引き上げれば内閣は倒れるということになります。それからあの国防会議、まあ、国家軍事評議会と訳したらいいんでしょうか、が憲法で規定されていまして、これ2 0三条ですね、二百三条。で、そのメンバーを見ますと、十四人中、まあ、大統領が一応この議長ということになっておりますが、14人中、 9名が軍人、まあ、その8名が軍人、1名が内務大臣ですけれども、まあ、内務大臣はおそらく内務将校がなると思いますから、あそうしますと、まあ、例えばその内務大臣抜いたとしても、えー、14名中8名軍人なわけですね。ですので、過半数を取れるので、えーまあ、この国防会議というのは、の軍の、まあ、軍政に関するところですね、軍をどう統治するかという部分です。まあ、これ以外おそらくぐ、あの 国家安全保障会議というのがありまして、これも軍人が支配していますが、こちらは作戦に関する、作戦とか戦略に関することだと規定されていますが、まあ、いずれにせよ、軍に関して言いますと、その移行期の規定で、とにかく8年間は国防省が実質上拒否権を握るということになったと。それから、これは以前からありましたが、国防会議、国家軍事評議会ですね、最高軍事評議会において、過半数を常に軍人、 そして内務省が取るということです。じゃあ、そのような形で軍が最終的な拒否権を持つ、そのエジプトにおいて大統領は2014年に制定されるであろう憲法でどういう役割と権限なのかということですね。多くの面で前回とそれほど変わってはいません、つまり任期4年で2期までと。ただし、面白いのはですね。あの 2つの形で任期中に大統領を辞めさせることができるということです。1つは訴追であります。まあ、これはあ、まあ、断崖と言ってもいいと思うんですね。内容的には断崖ですが、大統領がまあ憲法に反するといった行動を取った場合に、議会が同義できるわけですね。議会の過半数が、で、同義を出して、3分の2の賛成で、えーそのまあ、しかもそこには、それによって、えー、検察の方に大統領の、この、 え、ま、弾劾といいますか、あの、が、ま、回るわけですね。それによって訴追できるようになると。で、もう一つが面白いものがあって、議会は同時に、もう一つ、これは161条なんですが、あの、卒位159条。で、もう一つは161条で、こちらは議会が大統領を不信任できるってこれ面白いですね。あの、議会は大統領を選ぶわけではない。大統領はあくまでも、直接選挙で選ばれるわけですが、その大統領、議会が同じように過半数の、賛成による同義、えー そして議会の3分の2が賛成をすればまあ、その不信任できる。そして不信任された場合は国民投票にかけて、そこでも多数をがこの不信任に賛成すれば、大統領はま何て言いますか？辞めないといけない。そしてまあ前倒し選挙をやるということですね。で、これはあある種の反省に立ってはいると思います。つまり 2011年に大統領がデモによって辞める。そして2012年にも、あの、13年にも大統領がデモによって辞めると。これは結局大統領を辞めさせる仕組みがなかったからなわけですただし、まあ、2012年に関して言いますと、議会を司法が解散させていましたから、議会が大統領を辞めさせる仕組みすらない、まあ、仕組みがない上に議会がいないということです。今回は、それを避けるために、とにかく議会で3分の2を取れば、そして国民投票で信任されれば、まあ、信任と言います大統領が否決されれば、 デトをやめさせることができる。つまり、デモをやって、クーデターをやって、ひっくり返すということがしないデモを済む仕組みや一応作ったわけです。この、これは制度的にある種の前身であろうとは思います。それをどう運用するかというのはまた別問題ではありますが。それから次は議会ですね。で、議会はそういう意味で大統領をどこかで不信任できるというようなあの力を持ったわけです。そして、えー、 議会に関して、また制度的に、まあ、やるべきことをやった面が今回の憲法にあった102条ですね、102条においては、あのまあ、議会の選挙法はまあこれから作るというふうに書いてあるわけですけれども、ただしそこで明確に比例代表制を入れてもいいって書いてあるんですね、でこれ、エジプトの移行期の非常に困難な面は、司法が強すぎたところですで、司法は何を根拠にした、憲法がなくなっているにもかかわらず、司法は、えー、特に最高憲法裁判所はさまざまな意見判決を出したわけですね。 で、それは過去の判例に基づいていた。しかし過去の判例というのはと、政治的な権利から言いますと、過去の判例は何に基づいていたかというと、非常に不自由な体制。つまり、政党を作れない。一番重要なところは、政党をまともに実質は作れない体制だったわけですね。そこで、政党を作れない体制では比例代表制というのは良くないわけですね。その政府側の政府党しかないわけです。だから、政党に入らない。 入れない野党の人は比例代表制だとそもそも立候補できないと。だからそれを問題にしたわけですね。それで比例代表制は違憲だという判決が出てたわけですが、なぜか、あの、政党法が改正されて誰でも人数集めれば政,政党を作れるようになったにもかかわらず、最高憲法裁判所は、ああ比例代表制は違憲だと言って、えー、議会を解散させたわけですね。これは大変な一見行為であって、まあ、混乱のかなりの大きな面を占めていたと思うんですが、それを今回の憲法はちゃんと潰しているので、それは前進じゃないかと思います。 でさて、この移行期の過程でそうですね、あと、大統領選挙を先にやるか、議会選挙を先にやるかという問題があります。でこれについても移行期規定であるんですが、これ、最後で揉めて曖昧な規定になりました。つまり、どっちを先にやるかわからない。230条を見ると、非常に曖昧です。どちらもあの憲法ができたから30日以上、そして90日以内に行いなさいと。 言いながら、しかも、しかも、ですから、どちらが先だか書いてないわけですね。しかもその後に、少なくとも6ヶ月以内にやりなさいとか言ってるので、1ヶ月なのか、3ヶ月なのか、6ヶ月なのか分からないという、もう、この辺はかなり、あの、本当にこれが最終案なのか、私も疑うような憲法ですけれども。まあ、つまり、ここは揉めてるわけですね。で、確かに大統領選挙を先にやると、おそらく、例えば軍人が出てきた、 で、軍人が勝ったという場合は、独裁になるんじゃないかという感じがするわけですね。で、逆に議会選挙を先にやった場合は、場合によっては、あまあ、複数、あるいは多党化が進んで、まあ、混乱はするかもしれませんが、軍人ばっかりの議会ってことはないと思います。そういう意味で、議会先にやるか、大統領選挙先にやるかというのは、かなり、えー 重要なと思います。ただし少なくとも憲法を作ってから大統領選挙を議会やってるという意味で、方向性はかなり定まっているわけですね。議会がさらに選挙を作るってこと、また振り出しに戻りますから。まあそういう形の憲法であります。私自身は、あの、この憲法ってそういう意味でいろんな限界ありますけれども、しかし一つのやり方、つまりコンセンサス型で専門家などの意見を入れて、そういう意味では憲法の文面としては、これまでの党に移行期において、これまでの移行期での問題、 えー、しかもそれは制度的なものに由来する問題があったという面では前進している面があるただしこの一つ、それと同時に特徴はです、ね、やはりこのコンセンサス型にするときに既得権力というものが非常に入った。むしろ あのこれまでちゃんと既得権力として認めてくれなかった、認めてもらってなかった勢力がいくつか入ったというところなんだと思いますね、そういう意味で、えー、部分的にその、まあ、コンセンサス型の手続きを取ることで、これまでよりも政府側に立つ勢力が増えたとは言えるかもしれませんが、同時に多くの人たちを依然として排除している、2つ入りましたね、目分かりやすいな一1つは警察です。 ムバク政権が倒れた、2011年に倒れた政治学的に見て一番重要な要因というのは軍と警察が割れたことなんですね。それで2013年のデモというのは、私、デモというのは単にあの面白いから見ているのではなくて、政治的に何が表出されているかとを見るんですが、一番重要なものは、重要なスローガンというのは、軍と警察は一つだというスローガンなんですね。でそのの後、テレビ見てると面白いのは、えー 国防大臣が演説する時に、まあ、その時にセキュリティ問題の会議だということになると警察入るわけですがわざとバラバラにこう混ぜてるんですね警察の制服を着た人と軍人の制服を着た証拠が意図的にこうランダムに並んで座ってるんですが。 2011年のムーバーク政権倒れた直後は、警察が排除されましたから、きれいに分かれて、あるいは軍人しかいないとか、きれいにこのユニフォームの色が分かれて、違うところに座ってたんですね。で、それ今、たぶわざとやってるわけです。それはいろんなところで見られますが、そこで憲法では、警察最高会議というのを作りましたこのなんとか最高会議というのを憲法に盛り込ませると、要は国家の側に立ったことになるんですね、エジプトの場合は。それで国家の側に立つということが一番彼らの権益、あるいは権利も認められたことになると。 いう、まあ、エジプトの非常に国家が強い、まあ、ファラオの時代からなんでしょうが、国家が強いですからえ、そういう意味で、えー、警察は名、名文で、えー、まあ、軍に準ずる、まあ、治安担当の国家の中の役割というものを認めさせた。面白いのは、それと並んでいるのがメディアです。メディアも最高会議というのを作ってもらいました。これは、あの、しかしメディア、 というのはまさに非政府の代表でありますから、これが憲法の中で、えー、最高会議を作ってもらって、その参加にメディアが統制、統制って言いますか、統治されるから、だから自由なんだっていう話なんですね。つまり国家の中にちゃんと、お憲法の中でも認めさせて、えー、つまりメディアの、えー、統治のあり方というものを、しかもメディアの人間が一部分入って、えー、決めるから、だから独立してるんだって、なんかそういう理屈なんです。つまりその最高会議っていうものを作ってもらった場合は、それがいわばあ、その国家の 統治機構の一部なんだけど、それがあたかも司法とかと並ぶような独立性を持つというふうにどうも今、エジプトでは認識されていて、ですから、えー、こぞって自分たちの最高会議を作れというふうに要求するというのが憲法過程での、えー、重要な要素になってしまって、私はあ、これが市民的な自由を保障する方向に役立つのかどうかっていうと疑問ではありますが、しかしそれがエジプトの政治のあり方の非常に重要な要素なんだなということは認めざるを得ません。つまり、 結局は国家が一番強くて、国家にどう自分たちの勢力、階層が入るかというところで競うと、そういう面があるんですね。で、ですからそういうた意味のエジプト政治の非常に変わらない、え長期的なやり方と、一定の民主的な、より自由に、え意見を表出する、競争して表出する政治が 始まりそこで、その中で限定的に選挙を通じた議会というものがこれから作られていくという形で、エジプトは新体制を作っていくのではないかと思います。さて、エジプトの話で時間が大部分費やしてしまいましたが、残りは比較の面で本当に短くお話します。つまり、すでにキーワードは出ております。まず、4カ国を比較した場合ですね、エジプトのすでに2つ憲法を作りましたが、1つ目は多数決型で選挙でやったということで、2つ目はの選挙は今度は なるべく選挙を経ないようにして、諸勢力から代表者を出さして選んで、それによってコンセンサスを重視したということになります。で、同じことが、リビアでも、そしてチュニジアでも行われようとしているわけですね。チュニジア、リビア、いずれも選挙やりました。そして、ただ、そこからどのように立憲、プロセスを、の担い手を選ぶかということに関して、 もともと仕組みは分かれていたわけですし、そしてその後も揺れております。つまりチュニジアもう選挙した、あの、立憲議会を選挙したわけです。もう名前も立憲議会と書かれているわけで、その彼らが全員が、あそのまま立憲議会になる。 はずだったんですね。しかし、しかし同時に彼らは通常の議会のように内閣を選んだりしてますから、どっちかというとその憲法プロセスよりも、立憲プロセスよりも、統治の方での権力闘争をずっとやってきてしまったというところがあります。そこで、えー、立憲プロセスの方がおろそかになっているところはあるんですね。で、そこで、ただし進んでおりました。しかしそれを最終的に、えー、まあ、イスラム主義が主導の形で、やはり多数決型で、えー、憲法を定めるということに関する、 ま、反対がやはり強いですから、ギリギリのところで、え、憲法を作れていない、憲法草案を固めきれないということで、草案自体はかなり以前にも、あの、骨子は出てるんですが、固めきれない。しかそれは連立政権であるからというところもあります。つまり、あの、 政権が、世俗主義の人たちと一緒に政権作ってますから、そういう意味で一方的な憲法にもともとならないんですね。ですから、曖昧な形で、えー、まあ、それほどイスラム主がは強くない憲法案が書かれるんだけども、なおも反対する人がいて止まるという状況です。その中で、えー、まあ、議員の暗殺事件などをきっかけに、まあ、旧体制派の人たちも含めて、いわば第三極として反対が出てきて、それによって、え内閣は、辞職を、 表明するが、しかしまだ、新しい、え、コンセンサス型の内閣はできていないと。そして、議会に関、立憲、立憲会議に関して言いますと、これは解散はしないようですね。ですから、立憲プロセスはまだ振り出しには戻っていない。しかし、最終的に決めることができていないわけです。で、それに対して、リビアはですね、リビアは、議会を選挙しました。そして、ただし、その議会が、さらに立憲会議を選ぶはずだったんですが、その決め方において、まあ、そもそも、 そのプロセスを決めた国民意向表議会という人たちが辞めるときに、いや、立憲会議も別に選直接選挙するという、まあ、違う憲法を出してしまった暫定憲法を出してしま,ってしまいましたから、おかげで混乱しております、そういう意味でまた地域代表を選び直すという形の立憲会議選挙をやるということになっておりますが、同時に、それがどうもうまくいかないので、またコンセンサス型の選挙を経ない,経ない会議を 今招集しよううという話になっておりますこうしてやりますと選挙をやった3つの国というのはいずれも多数決型で一応やってみたわけですがそうしますと今の段階では今準備ができている特定の勢力が勝ちすぎてしまうでそれに対して強い反発が起こると結局プロセス全体が振り出しに戻ってしまうそこで選挙をなるべく経ないで話し合いで代表者をいろんなとこから選んできてコンセンサスを作ろうという方向に向かっていると。 いうまあ、その転換点に今あるということですね。で、最初からコンセンサス型を取ってきたのがまあイエメンであろうと。ただしその場合、イエメンの場合は逆に、えー、あまりにもコンセンサス型できましたから、今でもサーレ派大元大統領、前大統領というのは、 議,議会も解散されてませんからね、ですから、その議会の最大政党の党首なわけです。で、ホームページを見ますと、えー、サーレハ前大統領が党首って書いてあるわけですねあの、ライースと書いてあって、横に副ライースってあ、つまり今のハーディ大統領と副大統領が繰り上がったわけですけど、彼は与党の副党首なわけですね、だからホームページを見ますと、まるっきりこの彼は今でもサーレハの,の部下だというふうに見えるようにできた、それがまあ,ある種、社会の実態もあるんだと思うんですね。 そういう意味で、コンセンサス型を最初からやっていれば、今度は移行期の正義といったものは、そもそもなされない、そもそも政権交代がなされるかどうかわからないという状況になっております。ですから、すべてコンセンサスでやればいいというわけではなかろうというふうに考えております。このような形で4カ国を比較してみましたが、国際関係については、この後特にシリア問題に関しての議論などをする中で出てくるのではないかと。 思いますね。とりひとまず私のお話ここで締めくくらせていただきます。はい久保さんどうもありがとうございました。えー、っとそれではちょっと私の方これで二さ追加でコメントをいただきたいんですが、<laughs> えー、あのアメリカとイランの I.M.O.R. っていうのはそのペルシャ湾をめぐるテンションのレベルを下げる方向なので、まあそういう意味では、えー、これがまあ進展すればポジティブであるということはまあ一面で言えるわけですけれども。<laughs> これまでの,そのアメリカの中東での主たる同盟国例えばアメリカとサウジアラビアの関係アメリカとイスラエルの関係それから今年夏以降のアメリカとエジプトの関係すべてこの79年以降では最悪の関係に今なっているわけですよねそれからまあトルコとアメリカの関係も必ずしもいいとは言えないしトルコとエジプトトルコとイスラエルもまあ、えー このの何十年間の最悪の関係になっっちゃってるとということで、えー、これまでの,そのアメリカとまあ今言ったような同盟国がある意味でその中東の秩序を形作るようなえ関係その,その同盟国同士はちょっといろいろ微妙なところがあるんですけれどもそれがまあその軒並み今アメ,リカの同盟国アメリカとこれまでの同盟国の関係が悪くなってしまったと。 というその状況変化が、えー、及ぼすその悪影響って言いますかねで、それについてはどういうふうにお考えでしょうかそ,う、えー、っとそれについて私、エジプトの話をのんびりしてしまして、お話しする時間がありませんでしたので、ここでまあ改めてお話しさせていただきますと、今、中東のまあ国際政治の面でどういう変化が起こっているかといえば、それは高橋先生がお話ししていただいたように、アメリカは今、 まあ前のめりになっていると言っていいと思いますが、イランとの長年の対立関係をやはり、できれば解消したいと、それを、少なくともオーバマ政権はそれを、この政権の最大の外交成果としたいだろうなということは、もう、あまりにも明白に感じられますね、それによって、中東のパワーバランスは当然、ものすごく変わるわけです、もちろん今、アメリカのさまざまな交換などは、いやいや、まだわからないんだと。 要するにこれは暫定的なあの第1段階の合意しただけで決してイランとの関係が良くなるなんて我々は考えていないと言いますけどそれは嘘だと思いますあのイランとの関係を本当に良くしようと思ってるのでなければ何もしなくていいわけですねあのでどちらかというとアラブの春によってアメリカと仲の良かった政権が例えばエジプトのようにまあ倒れたり不安定になったと、えー、そしてさらにエジプトのように、えー 軍人が主教被権を持っている現政権は非常に少なくとも公的な言説の面では反米的な議論をして国民をナショナリズムの方向に掻き立てているわけですね、えー。そう、つまり、まあ、これまであれほど支えてきていい暮らしをさせてきた軍人さんたちが、 いや、外交官もですよね。あの、外務大臣とかまた日本に来るらしいですが、えー、ああいう人たちが今、まあ、非常に反米的なことを言って国民を沸き立たせて政権を持たせてるわけです。まあ、それが本当の反米になるかどうかわかりませんが、政策として。アメリカから言えば、あ同盟国がいなくなったということなんでしょうね。そこで、だったら、イランの方に、まあ、声をかけてみるという方向になっていると思われます。しかしもちろん、中東におけるアメリカの同盟国に関しても言い分は当然あるわけ。例えばトルコで言えば、 本来トルコはあ、発砲美人外交といいますか、前輪外交をやってきたわけですね、えー。イランとも、アメリカと仲が悪いイランとも、えー、アラブ世界と仲が悪いイスラエルとも、まあ、全て仲良くする。シリアとだって利益が共通するので、仲良くできるということだったわけですけれども、あシリア問題でトルコは非常にアメリカに協力したほとんど下請けのようなことをやったわけですね。しかしアメリカがあ武器を援助すると言いながら、 しないとか、そういった非常に優柔不断な態度をとって何が起こったかというと結局トルコから言えば新米、まあ、アメリカに対する協調政策をとったしかもそれは決してそんなにやりたかったわけではないわけですよね。にもかかわらずはしごを外されたということです。これは 同盟国、あるいは同盟者、つまり政治家としての同盟者、エルドアンですね。彼にとってみると本当に、えまあせっかく内政割にうまく、まあ割にってもうまくいっている面があるにもかかわらず、外交で、えアメリカと協力、ま強い、強い、え要請に応えて協力したにもかかわらず、え、はしごを外され続けるということになったわけです。つまり、アメリカは嫌いだとかいうことではなくて、アメリカの同盟政策の不安定さに、同盟者、 同盟の相手側が耐えられないという現象が今起きているんだと思いますね。しかもそれに対して、イランに前のめりになった場合、アメリカの特にリベラル派のメディアって非常にそういう意味で、接走がないんですね。そのイランと長くできるぞとなると、サウジアラビアなんていうのはあんな国いらないと。アメリカはもう産油国だ。そんなことばーっと流すわけです。別にメディア上で政治やってるわけではないと思いますけれども、 しかしサウジだって馬鹿ではないわけです。ちゃんといろんな本当の意味での政治的な資源を持ってるわけです。そのような扱いをされたら、おそらくシリア問題でもレバノン問題でもイラク問題でもサウジは新しい拒否権勢力になると思うんですね。で、その時にアメリカの政策というのは実効性がなくなっていく。あるいは単純に引いていく口実ができるということかもしれません。リバノンもシリアもイラクも周波紛争が激化して、アメリカ人が行けば血が流れると。やめようと。 イランがあるじゃないかと言って引いていくという方向に行くんではないのかなと中東の同盟国の政治家はみんな考えているわけです。で、そこで、親米であるか反米であるかというその信条とは別に、距離を置かなければ政治的にかなり危ないわけですね。で、そこで何をやるかというと、おそらくそれぞれ、特に地域大国ですね、地域大国が独自の外交をやると。 そうしますと、お互いにバッティングしますから、当然混乱は深まります。で、それから、まあ、ロシア、あるいは中国のような別の生きがい大国を、まあ、ちょっと引き入れるような姿勢を見せるって。それはもちろん、アメリカに対する、アメリカを引き戻そうとするメッセージであるという可能性は高いんですが、あそこでアメリカが答えられるわけでもないですから、そうすると、だんだん本当に、えー、中国の兵器の方が多くなっていくとか、 ロシアとの関係が深まっていくという形で知らないうちに中東は複数の域外大国の影響が混在するそれによってまた不確実性不透明性が増すということになっていくんじゃないかと思うんですねこれは非常にゆっくりとした歩みですからその過程はいやいやそんなことないと特にアメリカ側の同盟に携わる人たち言うと思いますけど気づいた時には変わっていると、まあ、いわゆるゆでガエルがゆで上がった状態になっているという可能性 があるんじゃないかと私はは考えております、はい、あの実は私もあの池内さんと同じようなラインで考えてまして、えーまあ今年の夏に経団連で、えー、中東の、うん、列強の新しい事態というお話をさせていただいたんですけど、その線で今後は押していこうかなと思ってまして、まあ、あのこの間の、あの イランとアメリカ、まあ、アメリカの交渉というと、P5 プラス1の他の国が起こるんですけど、す、えっ、ー、と行かずになんかフランスが拒否権を使ったような雰囲気になったのは、やっぱりこう、サウジとかイスラエルとかがその自分たちの不快感を、あの、フランスになんとかこう反映させたのかなと、アメリカに寄せればフランスは自分の居場所を分かってないバカンということになったんだと思うんですけど、なんかそういう、ええー、 何というかアメリカが引いていく中でどうしようってみんなとりあえずフランスにすがっても救われるわけがないってみんな分かってるんですけどとりあえずすが,すがるふりをして まあ、あのメディアの皆さんはな1週間ほど余分に徹夜することになったのかなというふうに思ってますで、まあ、最近、まあ、イラクにしろどこ行ってもやっぱり中国の存在感とこの間はなんかパキスタンに行ってきたんですけどやっぱりこう中国の存在感というのはすごいこうだんだん大きくなってて。 だからといってみんなが中国大好きということではないんですけど中東の人たちも見回してやっぱり中国というカードも使った方がいいかなという感じが深まってきてるなというだからまあ新しいなんか列強の時代が始まってて19世紀のロシアとイギリスフランスみたいな形ではなくてまあトルコイランエジプトみたいな地域のまあ列強と域外の列強でもちろんアメリカも依然として それなりの影響力を振るうという、なんかこう、見えにくい図が、えー、今、形作られてるのかなという、そういうい印象をれからですね、あのー、AP 通信なんかの報道を見ますとね、その今回のマジヌエブでの合意の前に、えー、実はそのオマンなんかのオマンの仲介で、えー、もう8か月前から。 えー、つまりハバネジアドのときからアメリカと、えー、イランは秘密交渉を重ねていたと、まあ、こういうことがまあ報じられていますけども、えー、それでまあ今回の,その今の,そのローハニ政権の外交チームというのは実はまああのハタミさんのときのまあ外交チームとかなりダブルと,とハタミ政権のときはあのちょうど9.11の後にアメリカ側がアフガニスタン攻撃をやる頃は結構アメリカの国務省とハタミ政権というのはチャンネルが多くて。 と、えー、いうことは、まあ、あのアンテージなんかも、えー、後に認めてますけれどもで、そういう意味で、えー、実はそのイランとあのアメリカの間に、そういうチャンネルっていうものがあるのかなという気もするんですけどね。 安倍さんってあの総理がオマーンに行,くとし行こうとしたら突然いいよって言われちゃって忙しいから来ないでくれって言われたときなんかあったんでよっぽどオマーンは忙しいのかなと思ったらそういうことをやってたのかなという気があのしたんですけどあのかなりやっぱりあのザリフもずーっとアメリカにいますしで、まあ、今回のジュネーブの合意だって 畳、えー、時代にほとんど出してた案で合意してるというのとこから見ると牧さんご指摘のようにこうアメリカイラン関係は切れてるようでつながってつながってるようで切れてるというところがあ,のあって特にまあ,あの なんていうか、現場レベルでは、やっぱりアフガニスタンであれだけイランに助けてもらったのに、なんで武士があんなこと言っちゃったのという感じで、アメリカの現場がこう、もちろんイランの現場も凍りついたんですけど、畑タさんの笑顔が凍りついたんですけど、アメリカの、あの、アフガニスタンなんでこう交渉してた連中も、もうなんか凍りつくというか、 はしごを外されるというかな、なんか1階から近いまで全部津波で流されたような感じを持ってて、あれはひどかったなと、もちろんそうは言いませんけど、みんな思ってて、えー、で、まあ、アフマドレージャーの先が見え始めたということで、やっぱりえあのチャンネルはあったのかなという気はします、まあ、池内さんもワシントンにおられて、私もワシントンに行くたびに、一応、アメリカとイランは外交関係ないんですけど、やっぱりしょっちゅう人は行き来してる、電話は流れてる。 行ったり来たりすごいしててあのそういう意味ではやっぱり決してアメリカはあの切っても切れないそういうチャンネルを持った国かなという、まあ、アメリカが超大国の理由はたくさんあると思うんですけどその一つはやっぱりあの外交チャンネル以外の人的チャンネルをたくさん持ってられるということかなというふうに思ってます。 それであのまあ年が明けたら多分、1月下旬の,そのジュネーブ2といわれるそのシリアの和平会議というのが当面の焦点になると思うんですけれどもえまあ最近、これまでえーバシャル・アサド政権打倒側のかなり主要なプレーヤーだったトルコがですねえ外務大臣をテヘランに派遣したりとか。 それで、えー、共同声明のようなものを発表してシリア対応で協力を深めるようなことも言っている、まあ、つまり、えー、もう内戦ではそのバッシャールがせん、まあ、内戦によって倒されるようなことを状況でもなくなったとそれでアメリカもそれをだから力で、えー、そっちのほうに持っていく気もないと。 まあそれから化学兵器のマネジメント管理で言えば当面だから政権が続かなきゃいけないっていうまあ国際語意になっちゃったと。ということでじゃあこれ倒す倒すと言ってた人はもうこれもまさにその状況がガらっと変わっちゃってこのままじゃ外交の負け組みになるようなところでまあ国際会議を開くわけですけどもでそうするとあのまああのアメリカの,そのフォリーレンアフェアーズなんかに載ってる論文を見ると。 じゃあどういう形でその話し合いが進むのかというといやだからまさにその最大の脅威はイスラム過激派であるっていうふうな、ねまあ、位置づけにしてそのために、えー、だからその反対性派の,のモデレートな勢力と、えー、政権側が妥協すればいいんだと、まあまあ、そういうふうな論文も載るような事案にもなっちゃったと。でまあそういうふうに変わってきたんですがただし話し合いやったって解決策は。 ほとんど見えないような状況に思いますけどシリア情勢についてかででしょうそうそすね、まあ、こ,の面この件について、えー、と豊永育子さんという松田大学の先生があウェブ上にエッセイを書かれて大変面白いなと思ったのは、まあ、これをやヨーロッパの、まあ、かつての第二次大戦の前のです、ねまあ、スペイン内戦に対するヨーロッパの対応と非常に似ているというお話ですよね。つまりスペイン内戦ももとと民主派 と、まあ、ファシスト側が戦っていたと。で、そこに、まあ、民主派を、さん、を支援しようと。いって、ヨーロッパから、まあ、いろんな、アメリカから知識人などが、まあ、行ったと。しかし、その中に、やがて、その、共産主義勢力が、その強く、まあ、あの、なってますか、民主勢力と並んで、まあ、あるいはその中に強くなってきた。共産主義は嫌だということで、結局、反共という方にみんなが流れて、え、ファシスト政権を黙認したと。 いうことなわけですねでそれで良、まあ、かったかというと、その後結局ファシスト対、えーまあ、民主勢力の、まあ、ちその,枠組,みがいくあの枠組みが本当に正しい認識かどうかは別として、まあ、結局ファシスト勢力の巨大な身長を許してしまったということなわけですね。でそのことをまあ ヨーロッパにいると割に感じられるんだけど、そういったアナロジーがですね。アメリカでは感じられなくても、無邪気に、ああ、イスラム会派が悪いんだと言って、なぜか、イスラム会派なんていないんだって言った日本でもそうですよ。イスラム会派なんて言っちゃいかんって言ってた人たちが、なぜか今回のことは、アサロ政権は反米だから、アサロ政権は好きっていうところから、結局アサロ政権はイスラム会派と戦ってんだっていう話に乗っかって、アメリカもそれに乗っかってくれたからいいという、もう、本当に欺瞞ですよね。で、疑惑というのは結局、私別にまあ正義感から言ってるんじゃなくて、認識を誤らせるわけです。 それで認識、しかし認識が誤った方が都合がいいという人たちがたくさんいればその認識はある一定期間真実になるわけですが、やがて歴史はそれを評価するわけです。それを本当に評価できる人間がどれだけいるかわかりませんが、今私がシリア私もやはりこれシリアで起こっていることというのは、イスラム会議が悪いんだということにして、みんなが目をつむるという、まあそういう形での あのシリアを巡る国際的な世論が今、作られつつあるんだと思います。そこにうまく乗っかって、自分はどうしようというふうに考えている方はなさればよろしいんですが、あそれは真実ではないだろうと、おそらくそれによって、ファープリティクスから言えば、まあ、サウジアラビアはあそれ単にそういう形で負けるということは許さないでしょうから、どうするかというと、まあ、今、イスラム戦線というものを統合してますね。ああいいう形でアルカイダじゃないんだと アルカイダじゃないイスラム勢力っていうのはものすごい強くして、実質ではでもそれでシュ紛争は激化するわけです。激化してレバロンに発給し、シリアに発給し、イラクに発給して全部ぐちゃぐちゃになるわけですね。で、ぐちゃぐちゃになった後で、それを抑止力として、つまり我々の気に入らない解決に対してはこういう形の混沌しかないですよというところまで、ライターが認めた、アメリカも認めたというところになって、やっと、お 次の段階まあそこで歩み寄りになるのか、またさらに次の段階まで行くのか分かりませんが、それぐらい長期的な紛争になると、今、イスラム海峡が悪いんだということにとりあえずして、化学兵器がなくなればいいんだと、とりあえずしたことによって、後にもっと大きな問題ができてくるまあと思うんですね。で、そらくそのことを今、分析する人間はちゃんと言わないといけないと思いますね。 はい、あの私はもう最初からアサド政権が倒れる目はないと思ってて、えー、というのは、まあ、アサド政権にくっついているアラウイ派は権力手放したら皆殺しにされると本当に思ってる人たちで、えー、彼らはあ,のあっさり権力を手放すはずがなくて、えー、皆殺しにされるまで戦い続けて、まあ、いざとなれば故郷の山の中に立てこもってという、えー、そういう。 シナリオしか考えつかなくて、どうしてなんか朝ドがすぐ倒れるんだろうとか、ヒラリー・クリントンみたいに朝ドマストゴーとか言って、そう言えばすぐ問題ではなくて、そもそも最初の朝ドがすぐ倒れるだろうという、なんか最初のボタンがかけ違えてるというか、なんかボタンがちぎれたような議論だな。で、朝ドがなんかずっと長生きしてるからみんな、なんかその分析が間違ったんじゃなくて朝ドが悪い。それア朝ドが悪いに決まってるわけですけど、 その、いいの悪いので、アラ派は戦ってるわけじゃなくて、アサドが倒れたら自分たちが皆殺しになうと思ってるわけで。ですから、まあ、どうしてもアサドの首が欲しいっていうんであれば、 アサドが辞めたというアリバイが必要であるとすれば、先ほど、あの、イエメンの例が紹介されましたけど、アサドは一応大統領職から抜けて、誰か他の人を立てるけど、結局、アサドと同じような人たちが政権を取る、あの、トップに立つという。で、多分反政府勢力は、なんかイラックとのアナロジーで、アメリカがアサドを倒してくれるだろうと。 いううこととでで期待を持って戦ってて戦たと思うんですけどアメリカ人はもうイラクであんなことやって何もいいことなかったからもう1回いやシリアの人は気の毒かもしれないけどそれはシリアの問題でなんで世界中で問題が起こるたびにアメリカが出ていかないといけないのかとそれはやっぱりシリアの将来はデトロイトの復興にお金を使いたいというアメリカ人のひどく,ひどくまともなこう感覚があってで。アメリカ人がまともな感覚をこう 発揮すると、お前は信用できないとか言われるし、超大国かとか叱られるし、でも、オバマが代表してるのはもう、その超大国国庫はいいと、ラムスフェルトとブッシュに付き合って何千人も人が死んで財政を赤字にして、皆さん覚えてらっしゃいますクリントンの時は財政黒字だったんですよ、あの国は。で、二つ戦争をやって、均衡財政を共和党が二つ戦争をやって、アメリカを真っ赤っかにして、え、ー 政権を去ってだからやっぱオバマのその怯えたような戦争をしたがらないというのはそれはサウジのプリンスには人気がないかもしれないですけどやっぱりニューヨークのハーレムの貧しい人たちにはひどくまともな感覚でアメリカで飢えてる人がいるのになんで戦争なんかするんだというだからまあ政治家はみんな国内見てて選挙で勝てなきゃだめなわけで。 オバマの関心はシリアでもなきゃイラクでもなくて移民法の改正で民主党の勝利というものを今後長く渡って確保し続けるための移民法の改正でそれがオバマが有権者に対して負っている責任であってシリアの将来それはバーストの皆さん考えてくださいよという感じだと思うんですよあの極端な話,極端な話えですからあの シリアで、シリアに、シリアを爆撃するぞ、爆撃するぞと、ケリーばっかり出てきて、オバマさん一回も出てこなかったですよね。で、最後に出てきたら、爆撃します。ただし議会が賛成したら、議会が賛成するはずがないわけで、やっぱり真相心理はオバマは戦争したくなかった。で、オバマの真相心理の方が多分アメリカの国民の真相心理を私は映してると思うんですね。だから、なんかやっぱり、ワシントンの外交エリートというのは特別な人たちで、 えー、六本木比率が日本じゃないように、あの、やっぱり、日本というのは島根県の田舎で自民党に投票しつけるおじいさんおばあさんたちが多数派なわけですよね。なだから、やっぱりなんか、 我々はなんかこう、外交問題なんかやってるから、なんかすごいアメリカに期待して、えー、クリスマスになったらサンタクロースみたいにプレゼントを持ってきて世界中の問題を解決して、プレゼントが足りないと怒ってるけど、アメリカの国民はもっと怒ってて、国民がこんなに大変なのになんで戦争なんかするんだと。それをお前がブッシュに入れたからだと僕は思うわけですけど、でもアメリカの国民はそんなことを忘れちゃって、やっぱり、あの、オバマは国内志向ですよね。クリントンがそうだったように。 はいどうもありがとうございました。えー、今日はあのあと十五分ぐらい時間をいただいておりますので、えー、フローからの質問もお聞きたいと思いますが。はいどうぞ。カジカイの原田と申します。あの今あの斉藤先生がおっしゃってたその視野の件ですが、あのあのどうなんですか。やはりあの池口先生にも聞きたいんですが、まあサウジに。 との関係が少々悪くなっても、まあ、とにかくイランを優先したとか、かよくあのアメリカでシェールガス革命とか言って、えーまあ、中東にそんなにもう原因はあの依存しなくていいんだというような意見が出ておりますが、あこ,うこういうこととやはり今回、まあ、シリアにもあの介入しなかったとか、それからあのサウジとの関係があのイランよりも優先しないとかいうようなことにあのなるんでしょうか。えー あのそ、その辺をお願いしたい。それから、もう一つ、もう一つ、すみません、あの。斎藤先生、あの。高橋先生、ごめんなさい、あの。えー、っと、イランは、まあ、あの、げん、あの、覚悟。開発したいわけですけども。まあ、今回、経済優先して。えー、まあ、査察を受けたり、か、すると、す、すればですね。 核の開発をしたいんだけど、それをやめるわけにはいかないけど、スピードを緩めて、何らかの感じで、どんどんスピードを、核開発のスピードを緩めると、そういうことなんでしょうか。あえーあのえー、っと、そうですね。あのシェールガス革命、えー、で、まあ、アメリカは産油国だというような話は、特に、まあ、 イランとの接近でいろいろ中東の同盟国との関係をやや生産するような動き生産しかねない動きの中ではあの言論としては出てきましたよね大変出てきてそれがまあエネルギー政策上正しいかどうか私は分かりませんいろんな説があって分かりませんがそのような説が出るということはあるということはですねやはりその中東政策の変更というものを容易にしているのではないかと。 あるいは容易にするためにそういう説を出しているのではないかと、まあ、すら思ってしまいますです、ねはい、あのまあイランの今回の妥協をどう見るかということなんですけど、まあ、建前としてはもともとイランは核兵器を開発するつもりはないんで、えー、という、まあ、議論ですよねで多分、えー、実際に起こったことは、えー、イランがウラン濃縮を続けるということをなんとなく認められた雰囲気になってきましたから イランは核兵器製,作製造能力のからある程度の距離を置いて、依然として立っているということだと思うんですよね、だからそれを持って、だからイスラエルからすれば、それは危ないからということなんですけど、イランのエリートの中で、それでも核兵器はもう一切作らないと。 いうことでは多分なくて、やっぱり、えー、いざとなったら作れる能力は持ちたいなというのは、かなりの人が持ってると思います、ただ、イランの国民のコンセンサスとしては、核兵器を作るかどうかは別として、ウラン濃縮は国家の権利であるということですから、あの現,現政権がウラン濃縮全,全部を諦めるということは、交渉的にはちょっと難しいかなと。 いうことだと思いますでだから、そこのところの、えー、微妙なバランスで今のところに立ったと思うんですね、だから、えー、ゆっくりイランが作り続けあの近づいているのかというと、そうでは多分なくて、あるところで立ち止まって、でも走ったら、もしかしたら、ある一定期間後に核兵器を持てると、そういうところに、えー、今、立っているのかなというふうに思っています。 はいあの読売新聞の森ですあの高橋先生からアメリカの真相真理、それから日本の真相真理についての言及があったんですけれども、池内先生にあのエジプトの国民の真相真理についてお伺いしたいんですけれども、ちょっと抽象的な。 あの、議論になってしまうかもしれないんですけれども、アラブの春が起きたときに、まあ、あの、ここでいろいろ報道を見ていて、エジプト人ってのはこんなことを考えていたのかとか、あの、例えば尊厳という言葉をスローガンにですね、ムーバラク政権を打倒する、そういうデモを見て大変感銘を受けたんですけれども、えー、アラブの春が、あ 不可逆的に変えたものというのがあるのか、国民の心理という点で不可逆的に変わったものがあるのか、そこら辺はどうなんでしょうか。えっとですね、まあ、不可逆的に変えた部分はまその、まず、あ、自由というものをやはり知ったということは本当に確かですね。 なのであの、今回の憲法を見ても、やはり国民の,あの意思をなんとかこう組ちゃんと組み上げた、組み取った形にしないといけないという努力は、その選挙で選ばれた人たちじゃないですけど、あの非常に見られるわけですね、ままあその。もちろん尊厳というキーワードだって当然入ってますけど、それだけではなくて、あの国民の,その政治的なその自由、 ですね、自由っていうのは抽象的なものじゃなくて本当にその恐怖を感じないでこの何か言うとやるということに関するつまりこれまで硬直していたものが突然動き出したとそれは非常に大きいですねそれは当然無秩序のように見える状況になるわけです今もなってますよねだからそのそれは非常に活性化させたことは確かですただしどういうふうにすればそれを本当の意味で制度的に永続化 する自由にできるのかということに関してとあのけんあの、経験がありませんから、非常に、まあ、失敗するというか、6月30日のデモというのは、やっぱり壮大な失敗だったと思うんですよね。もちろん、あのまあ、それによって、デ、え、モ、ー、やった側の人たちですね、中心になった人たちっていうのは、本当に、まあ、自分で、その、自分を騙したというか、 そういう状態であって。まあ、後になって、一ヶ月ぐらい経ってから、俺たち失敗しただろうかって若者は言ってくるわけですけど、まあ、まあ、一晩で気づけばいいと私思ったんですけど、一晩、一晩では気づかなかったようで、30日ぐらい経つと、もしかしてという。まあ、そういう意味で、えー、やっぱり自由というものの代償っていうんですかね。それを知ったという。それから自由を抑圧というか抑え込もうとする側の、まあ、怖さっていうんですね。それを単純にあの、 武器を持ってるから怖いとか、刑務所に入れられるから怖いっていうんじゃなくて、本当に、そう簡単には変わらない社会の怖さっていうのを、その自由になった国民が今知っていると、し知ったということだと思う。そういう意味で、あの、いや、本当に不可逆的だと思いますそあの。そういうプロセスも2段階ぐらい減っております。ですから単純に、あの、政治活動はできませんというような体制には全然戻れないと思うんですね。ただし彼はここ自由の怖さも知ったというふうに、 今はそういう段階だと思ってます、ねはい、はいどうぞ。えっと杉田あ杉田です。共同通信のあの高橋さんに伺いたいのは、えー、アメリカがあの来年は中間選挙もあってでオバマがまあレームダックになってまあいわゆる政治サイクルに入っていくんですけども。 その中でこのイランとの合意がですねアメリカ側あるいはあの、えー、とイスラエルロビーの関係で潰れていく可能性というのはどれくらい終わりになるかとお考えていらっしゃるのかというのとお池先生には同胞、えー、の将来をですねどういうふうに見ていらっしゃるか伺いたいと思います。ははいいありがとううございます、えー、来年はもう中間選挙で でもうなんかヒラリーが2016年の準備をしているという報道がすっきりというような状況で、えーまあ、まだイランとアメリカの交渉暫定的なところなんで、えー、最終的にどういうふうに落ちるか見えないんで、えー、なんとも言い難いところなんですけど、えーまあ、かなり厳しい。 対空砲火というか、フラッグを受けるだろうなというのは想像がつきます、ただ、基本的に戦争をしたくないというのは、アメリカ国民の多分コンセンサスで、これが戦争を避ける道だという主張を強くすれば、イランとの合意が潰されるというか、イランとの合意を守ることはできるんではないかなと、私は思っています。 で今回、まああの、シリアの攻撃の例がそうなんですけれど、えー、シリアに対する攻撃をするかどうかで議会にオバマ政権が持っていったら議会は全然乗り気ではないわけですよねで。どうやったら議会を動かせるかといってオバマ政権は IPAC に行って APAC に行って、えー、シリア攻撃を支援してくれという,う案を支援してくれといって APAC の反応は いや、その、ユダヤ人のおかげで、アメリカ人が死んだとは言われたくないから、全然乗り気じゃないんですね。で、従っても、もちろん議員さんも次のせ中間選挙もあってますから、戦争に賛成して、えー、戦たかれるのは嫌ですし、APAC も、その、シリアの、シリアのを爆撃することがイスラエルの生存のために不可欠というではない状況で、なんで APAC が、えー、お、お、爆撃を支持して、戦争になってアメリカ人が死んだら、 ユダヤ人のためにアメリカ人が死んだって言われないといけないんだってすごいお呼びして出てこない、でオバマ政権が拝み倒して結局、APAC はオバマ政権のシリア爆撃を支持しますって声明は出しますけど議員さんはみんな APAC やる気がなくて出したの知ってるから全然議会は動かないというのがあってあのやっぱり議員さんとしてはもちろんイスラエル支持というほうが。う 支援もも得らられるるしお金も集まるからいいんですけどただ、ただ戦争支持とそれがつながると呼ばれたらあの選挙では危ないという認識があるのでオバマ政権が上手に売り込めばイランとの合意は守れるかもしれないという気がします。でもちろんアメリカの,あのユダヤロビーの動きみたいなもちろん APAC はネタニヤフの言うとおりを言ってますけど、まあ、そうじゃないジェイ・ J、ストリートなんかは イランとの合意でいいじゃないかと戦争を避けようという主張をしていてあのユダヤロビーもかつてほど一枚岩でもないしかつてほどあのつあの強くないというかあ,のあんまり積極的には出てこないでもう一つ考えないといけないのはあのユダヤ人の間でも世代交代がだんだん進みつつあってホロコーストを覚えてて何にもし,し,してあげられなかった代わりにイスラエルを応援しようという世代がだんだんこう引,きあの引いていって若い世代は え、イスラエル支持とかイスラエル反対だったらいいんですけど、イスラエルにあんまり興味がないという世代が増えてきてるというのが一つ。それから、アメリカ全体の世論調査を見てますと、イランに対する感情というのは、ある世代以上はすごく悪いんですけど、ある世代以降はあんまり悪くない。というのは、あの、大使館人質事件を同時代の事件として覚えてる世代は、もうイランと聞いただけで画面が吹き飛ぶような人たちですけど、それ以降の人たちは、 え必ずしも、その、イランって聞いて、パッと切れるような人たちじゃない。あの、ディズニーのシンドバッドかなんか見て、あの、アグラバという伝説の街が、実はイランのイスファンを真似て、イラン人のデザイナーが描いた、というような、すり込みもありますし、だからアメリカで活躍する、オミドエアールという、まあ、例えば、イーベイサイトを立ち上げたイラン人だとか、あの、そんなに、こう、イランイメージというのは、若い世代の間で,で悪くないというのも、 あると思うんで、えー、だからまあどんな合意だって大丈夫というほど私はアメリカのことを分かってるつもりはないんですけど、あの上手に上手にパッパッケージをやれば守り抜けるではないかなというような感情を持ってます。あ、えっ、ー、とムスリム同胞団ですが、まあ今のトウサ政権はとにかくムスリム同胞団のまあ幹部をもう、まあ、全部こう、うん 刑務所に入れ続けるたぶん8年ぐらいいり続けるつもりなんじゃないでしょうかね、それで、えー、指導者がいない中で、えー、末端が分散的にデモをやるぐらいはまあ黙認しておくという形で、娘と子ども側も全面衝突になるのではなく、分散的にいろいろなところで、まあ、デモなどをずっとやり続けると、それで、えー、勢力を保ち続けるということだと思うんですね。であ まだから選挙になると、ちょっと今の状況では、組織の主要な部分を全部一文字にされてますので、最初、そんなに勝てないと思いますね。と、ちょっと選挙のことを予測するのはあんまり良くないですけど、なので、まさにこの移行期間、おそらく大統領2期8年ぐらいの間、モスリン同胞団、とにかくをまあそういう形で、 むしろ同胞もその間に新政権が弱って、経済政策なので失敗していくのを待つという形での、しかし、勢力は誇示し続けていくという形での銀行状態が続くんではないかと思っております、はい、えー、っと、あえー、そろそろ時間ではあるんですが、みません、最後にします。 個人会の長嶺間と言います。えー、またちょっとあのエジプトにもエジプトにちょっと話を戻すとですほしいんですが、ともかく白とか見るとエジプトってわかりません。えー、このクラ,クラブでもお、えー、昨年エジプトの新政権パンザイといった同じ人が出てきてですね、エジプト政権がどんだけ残虐かというレクチャーをこの間やったんですけどね、もうこれなんかってわからないんですよ。それで少しわからなくなってあの高橋先生の 放送大学が拝見してもですね、エジプトはど,どうなるでしょうか。いや、この砂嵐見てください。これがエジプトの状況ですとおっしゃる。そうすると、ますますもう分かりませんからね、あの砂嵐が少し収まった後のエジプトがですね、あの池内先生も含めて、両先生に簡単にこうなるぞっていうね、えー、イメージを少し教えてください。以上です。 まあ,あんまり砂嵐が収まって、えー、っとちょっと私この比喩がよく分かりませんが、えーっとです,ね、すみません、非常にわからなくなってしまいましたが、何、えー、の話をしましまょうか、えー、そうかそ、ね、仮にじゃあ、その選挙が来年行われた場合に、どういうような、なんだろう、その政治勢力が出てくるかとか、そういうイメージあります 今のところはですね、あの、うんとですね、あんまり、つまり,つまり新体、新政権がどういう、あのつまり、一党、もう一度一党支配に戻ろうとするのかというふうに見てるんですけど、どうも戻れないようです。ですから、非常に多党制の議会が生まれると思いますね。ものすごくたくさんの政党があると。多分そういう状態になると思います。で その中でテクノクラートもちょっとだけあの議席持ってると。まあ今の首相とかそういうようなタイプの人たちですね。ああいう人たちがあの、なんて言いますか、実質上の、なんていうか政治任命みたいな感じですね。その議会はそんな強くないと。議会の多数派が政権を取るという感じではなくて、実態上はその軍人さんの周りにその有力者がいろいろいて、そこでの話し合いでなんとなくこう、まあ、 能力があるとされるテクノクラーとの制限を作るという形ですね。つまり、明確な一党支配の政党を作るほど今の体制側が強くないので、むしろ多党制にしてしまって、誰も勝てないという、政党勢力はあって自由に物を言っていて大騒ぎしてるんだけど、誰も主要勢力になれないという状況にむしろすると。でそこで、いわばコンセンサスの 代表者として閣僚も場合によっては大統領も選んでいくっていうそういう形で当分イ行こうとするんじゃないですか、ね、そうすると、まあ、割に幅広くあの取り入れられますからで唯一はムス,スリム同盟団を排除するってことですねムスリム同盟団以外をまとめていくためにはですね一番いい方法は強い勢力を一つも作らないと。 だけがまとまってまあ2割ぐらいの勢力で、残り8割は全部バラバラと、そういうような砂漠、砂みたいな状態なのかもしれませんが、そこをまあうまく、その砂みたいな状態になっているところから、実質上の権力者がまあピックアップして、体制を作っていくという状態ですね、その砂を固めるものっていうのは当分、ないというか、国家という枠にどういう砂を入れるかっていう、どんどん入れ,替え入れ替えしていくんだと思いますね。 セメントにはならないような国家だと思います、はい、あの僕は大雑把なイメージしかないんですけどエジプトの将来が明確に見えるくらいならこんなとこいなくて株でも買って大儲けしてますというのが <laughs> まあ実感なんですけどあの私、まあ、この30年ぐらい毎年ほんのわずかですけどエジプトを毎年見てて、えー、人口はどんどん増えてる国民の生活は良くなってない。 それは爆発しますよねで今、新しい政権がいろんな形でできてますけどあの状況は前よりよくはなってないですよね、えー、なんか状況が悪いからって観光客は来ない、アメリカと喧嘩してみせてアメリカから援助が増えてくるという雰囲気もない、えー、政権が安定しないから投資も来ない、エジプトで金儲けした人はやっぱりお金持って、 どっか行きますよねと,となると、またもう一回、どっかでどかんと来るのかなと、それが明日なのか、30年先なのか、ちょっと私には読めないんですけど。うんはい あの「アラブの春を読めなかった」って言ってすごいなんか中東研究者はこう世間の急弾を受けたんですけど実は2010年に私は30年後のエジプトという講演をして絶対爆発してますというのは言ったんでただ2011年に爆発するとは言えなかったんですけどあのタイミングは分かんないですけど、まあ、絶対私は死にますみたいな話でいつか正しくなるんですけどあのちょっと短期的にはあの長期的に見てあの体制が。 あの国民を食べさせられるようにならない限りは安定は望めないのかなとでもそういう意味ではあの国民を食べさせられるようになった中東の、まあ、珍しい国はトルコで,でトルコではイスラム政党と呼ばれてる人たちがやってるというんで、うん、ムスリム同胞団だからというんで排除したのがまあそれはエジプト人の決断ですけど私が言う問題ではないんですけどあなたら後悔しないですかとなんか。 何千万人ものエジプト人に対してちょっと言いたいなと思ってます行政の中ありますか経済的な側面とかではい,もうい,いでそれではあのかなり時間を延長していただいたので、えー、今日の研究会がこれで終わりたいと思います、えー、最後に、えー、お二人に記念品をお申し致しますは なんかネクタイを締めてないというのでネクタイをいただきます。<laughs> <laughs>